冬の乗馬って寒くないの？でもこんな風に走れたらちょっと自分でも乗ってみたくなりませんか？八幡平市平笠のクラリー牧場は1年を通して乗馬が楽しめます。今年のお正月には大学の馬術部が合宿していました。乗馬は上手に乗りこなすことだけではありません。自分で鞍や手綱をつけ準備するところから、すでに馬と人間の練習は始まっています。そして特に今のような寒い時期は、いきなり外で駆け出すことはありません。まずは室内馬場で足慣らし、もちろん人間だって準備運動が必要ですよね。北里大学の馬術部の、2年生ですねが、馬術部の合宿としてクラリー牧場に来てくれてました。こういう、ね、馬文化すごい変わりますから、馬産地岩手って言われるような、それをうまくそういう資源を使いながら、もうどんどん若い人に、学生たちの合宿にも使ってもらえるようにしたいですね。今年は年明けから悪天候が続き、外で乗馬をすることができませんでした。でも4日目にしてやっと晴れてくれました。高ぶる気持ちを抑えながら馬を走らせます。乗馬部だからこんなに上手に乗れる、でも3ヶ月から半年ほど頑張れば、皆さんだってきっとこんな風に走れるようになります。ここだと本当に、今も裏山の方にぐるっと行きましたけど、馬術部としてトレーニングするっていう環境はすごくいいものを始まったし持ってると思うんですよね。大学の馬術部とクラリー牧場の違うところは何ですか？馬が自由です。ストレスがなく、馬年の今年は、皆さんも八幡平の自然の中、クラリー牧場の自由でストレスのない馬たちに乗って楽しみませんか？